はい、皆さんどうもこんにちは。ハンナ付けライフを応援しています、宇野口です。今日はですね、タイトルにもありますけれども、すごいの出たんですよ。この新しいレーザーハンナ付け、ハンナ付けの温度がついに見れるようになりました。ジャパンユニクスでも20年以上ですね、販売から経過しているんですけれども、その20年でですね、やっぱり一番お客様からご質問いただいたのが、レーザーハンナ付けの時の温度って何度なのっていうことがですね、一番やっぱり多い質問の内容になっているんですね。変化するハンダ付け中のハンダ、この温度測定ができたかというと、そういったものは今までおそらくなかったと。どういうものかって分かりにくいと思うので、動画をですねご覧いただけたらと思います。どうぞ。はい、今見ていただいている水色の数字、これパラパラしていると思うんですけれども、これがですね、実際のですねハンダ付け中のハンダの温度になります。はい、今見ていただいたですね、このハンダ付け中のハンダの温度、これをリアルタイムで見えることができるっていうのは、おそらく史上初だと思っているんですね。でこれリアルタイムで見れるっていうのがすごく良くてですね、製品のこう状況が分かるといいますか、例えば水分がいっぱい含まれていると温度がばらついたりする、これって今までなんとなくそうなんだろうなって思ってたんですけれども、これがですね、温度というものでですね、しっかり見ることができますので、今どういうハンダ付けをしているかっていうのがすごくよく分かるようになってます。で続いてなんですけれども、次はですね、温度見るだけでもすごいことなんですけれども、この温度を見るだけじゃなくて、さらに出力を制御できる、これがですね、この2つ目のすごいところなんで、これも実際のですね動画をご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、これがですね制御する時の動画なんですけれども、ちょっと簡単にご説明させていただきますと、この緑色の部分、目標温度なんですね、これがですね今回素晴らしい機能の一つなんですけれども、今300度に設定してあります。それから左の方ですね、黄色が設定しているパワー、これレーザー出力のことなんですけれども、でその下がですね現在パワーということで、実際に出ている出力を表しています。で右上がですね、先ほどもご説明した測定温度ということで、水色の数字となっています。では実際に動画をご覧ください。はい、目標温度に対して現在パワーがですね動いているのが分かると思うんですけれども、この動いているというところがですね素晴らしいところで、目標温度300度に対して、その近辺で維持できるように出力を制御すると、そういうことができるように新しいレーザーではなっています。はい、今ご覧いただいたですね、この制御ができるっていうところ、何が素晴らしいかっていうとですね、安定感すごい増したんですよね。やっぱり製品状態ってですね、同じように見えても若干ばらつきっていうのはございます。そのばらつきをしっかり温度というものを通して見ることによって、しかもさらにそれで出力を制御することによって、そのばらつきを抑制することができるようになりました。このですね制御モード、それから温度測定、今ジャパンユニックスのですね実験だと、レーザーハンダ付けはほとんどこれで実験をしております。かなりですねお客様からの評判もいいですし、すごい私たちもですね、今までそうなんだろうなっていうことがですね、温度を通じてすごくよく見えるようになったので、おすすめなレーザーハンダ付けになってます。まだやったことないっていう方はですね、ぜひ一度実験をやってみてですね、その目でご覧いただければと思います。それではまた次の動画でお会いできたらと思います。それではまた。